スペイン継承戦争、スペイン継承戦争、スペイン継承戦争は、18世紀初めに、スペイン王位の継承者をめぐって、ヨーロッパ諸国間で行われた戦争、1701年から1714年。また、この戦争において、北アメリカ大陸で行われた、極地戦は、安城戦争と呼ばれる。フランス王類14世は、領土拡大を目論み、 たびたび戦争を起こしたが、ネーデルラント継承戦争、仏ン戦争、大同盟戦争、イングランド王権オランダ総督ウィリアム3世を中心とする周辺諸国の初を招き、小規模な目的しか達成できずにいた。1697年に大同盟戦争を終結させたレースウェーク条約で、フランスは領土をほとんど手に入れられなかったばかりか。 相手側の要求を認めたため実質的な敗戦となったが、ルイ14世は隕石関係にあるスペイン王位に目をつけていたため妥協した結果であった。スペインハプスブルク家のカルロス2世は、生来巨弱体質で子孫が生まれることを望めなかった。このため、当初は同母姉、マルガリータ・テレサの孫、ホセ・フェルナンドを後継者としてアストアス港に助弱したが要請してしまう。 その後はフェリペ四世の娘で、カルロス二世のイボ姉、マリア・テレサ、自身は、フランス王家に嫁ぐ際に、スペイン王位継承権を、放棄とブルボン家のフランス王ル四世、フェリペ三世の娘、アナ、アンヌの子でもあるの子である、フランス王大使、ルイ、グランドオファンが、後継候補とされた。しかし、フランス王位継承者が、スペイン王となれば、 フランスとスペインが将来同訓連合となってしまうため反対が多く、フランス側からも、ルイ十四世の孫で王太子の次男の安住公、フィリップを後者に押した。これに対して、スペイン王家とは同族で、フェリップ三世の娘で、アンヌの妹、マリアアンナ、マリアンナの子であるオーストリアハプスブルク家の神聖ローマ皇帝レオポルト一世も候補になった。 これも、スペインとオーストリアの合法を招くため、レオポルト一世は、バッシュのカール大公を候補者に推していた。勢力均衡で戦争を防ぐため、ウィリアム三世は、フランスと、たびたび交渉を行い1698年と700年に、スペイン領分割条約を結び、海外領土を含めた広大な所領を、安住公、カール大公に分け与えて相続することを取り決めたが、 交渉から外されたオーストリアの反対と所領の一括相続望むカルロス2世の拒絶でいずれも実現しなかった。各国の思惑が交錯する中、カルロス2世は1700年11月1日に突如、崩御したが、遺言書には暗獣校に位を譲る旨が記されていた。これは、スペイン宮廷にフランス支持者を増やしたルイ14世の画策によるものであったというが、 カルロス二世は一括相続して戦争が起こる場合を見越してフランスが諸国に対抗できるだろうとの期待から選んだものであった。ここにおいてアンジューーがスペインをフェリペ五世として即位した。スペインを事実上獲得したルイ十四世はスペイン王位継承の障害であったフェリペ五世のフランス王位継承権を手放さないことを表明、オランダへの牽制として スペイン領ネーデルランド、ゲンベルー並びにルクセンブルクなどの総督で、フェリペ5世の母方のおじでもあるバイエルン先帝公、マクシミリアン2世、エマヌエルの承認を得て、フランス軍を駐屯させ、スペインの貿易特権を、フランスの貿易会社に譲らせた上、イングランド王位戦勝者、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートを支持するジャコバイトの支援も行った。 これら一連の行動はイギリスを戦争へと傾かせ、オランダへ渡ったウィリアム3世は、ハーグでフランスの勢力拡大を恐れるオーストリア、オランダと対フランス大同盟を結び、フェリペ5世の即位に反対して、フランス、スペインに宣戦布告した。最初は、スペインの返京を我が物にせんとするフランスと、それを押しとどめようとするヨーロッパ各国との戦争の様相であったが、 次第に、スペインの国内事情が絡み、スペインの内戦の一面を強うになった。スペイン国内が一丸となって、フェリペ5世即位を支持したわけではなく、政治の中心であるカスティーリアに対し、古くから君主との協約主義を掲げ自治の発達したカタルーニャビ、アラゴンバレンシアは、中央政権に対抗心を持っていたのである。ナバラとバスクは、ブルボン家支持を表明した。なお、 戦争が始まる前に、イングランドでは1701年に、王位継承法が制定され、スチュアート朝断絶後はドイツ、新生ローマ帝国の両方で選定校の一員でも、ある、ブラウンシュバイクイコールリューネブクから、新たに国王を迎え入れることを決定した。同じく選定校の、ブランデンブルク編強白剣プロイ先校、フリードリヒ三世も、 戦争支援の約束と引き換えに、レオポルト一世から王語を許され、プロ戦の王フリードリヒ一世として即位、プロイセン王国が成立した。ハノーファーとプロイセンは、戦後に列強の一員となり、ヨーロッパの勢力を変えることになる。戦争はまず、オーストリアが、スペイン領ミラノ奪還を目指して、1701年に、プリンツオイゲン率いる軍を来た。北 イタリアに進撃させたことで始まった。イギリスは1702年に、ウィリアム3世が死去、新たに即位した義前の安女王の下で、シドニー・ゴドルフィンを中心とした政権が成立、女王の女官サラ・ジェニングスの夫であるマールバラ公女、チャーチルが、司令官に任命されて大陸に派遣され、イギリス軍は、オランダ軍と連合して、フランドルに迫った。 ここでマール・バラ公はオランダに接近したフランス軍を威嚇しながら占領地域を回1703年にはフランス軍をネーデルラントへ交代させた。ポルトガルやブランデンブルクイコールプロイセンハノーファーをはじめとするドイツの諸領法国家も同盟に加わったためフランスは孤立無援に陥ったがバイエルン戦抵抗マクシミリアン二世の同盟を得てアルザスを占領。 南ドイツに軍を派遣して、オーストリアを脅かした。しかしこれに対して、マール・バラコーが、長ク南ドイツにいたり、オイゲンのオーストリア軍と連合して、ブレンハイムの戦いでフランスを破った、1704年。結果、バイエルンは同盟国に占拠され、マクシミリアン二世はネーデルラントへ亡命。オーストリアの危機は去った。フランスは、反撃を図り、 オーストリア側についたサボイア公国の首都トリノを行為、下が1706年にオイゲン率いるオーストリア軍に敗れ、北イタリアを制圧されたトリノの戦い。また、スペイン領ネーデルランドではマールバラ公焼率いるイギリス軍にラミーの戦いで敗れ、ネーデルランドを失った。スペインも1707年にイタリア半島を南下したオーストリア軍に スペイン領のナポリ王国を占領された上、スペイン国内では、オーストリアのオス、国王候補、カール大公を支持して、アラゴン・バレンア・カタルーニャが、スペイン王室に反旗を翻したので、1704年に、ジョージ・ルーク率いるイギリス海軍がジブラルタルを占領して、これを支援したジブラルタルの占領。スペイン軍は、ジブラルタルを長期間包囲したが、イギリス海軍は、 必要に持ちこたえたマラガの海戦。1707年、フランス軍はフラントルに軍を集めて、イギリス・オランダ軍に対する反抗を開始した。マール・バラコーはこれに対して、イギリス・オランダ・オーストリアの連合軍を結集し、1708年にアウデナールでの戦いで、フランス軍を破った。翌1709年、ルイ14世は和平を提案したが、 フェリペ5世のスペイン王位継承をはじめとして、連合国の認められない要求が含まれていたため、戦争は再開され、マール・バラコーはパリ進撃を目指して、フランス領フランドルに侵入した。連合軍とフランス軍はマルプラ家の戦いで撃突し、連合軍はフランス軍を敗走させたものの、死傷者数万人の大損害を被り、戦線はフランドルで降着した。 この頃までに、オランダやドイツ諸法はすでに戦争の継続にあぐんでおり、イギリス国内でも和平を望む声が高まっていた。1710年、自身がイギリスの戦争推進派の中心でもある、マール・バラコーが安王の信任を失うと、政府も和平に傾き始め、ゴドルフィンが安に更迭され、与党の保育党が総選挙で敗れると、トーリー党の指導者、 ロバート・ハーレーとヘンリー・シンジョンらが和平に来だした。ヨーロッパで戦争が繰り広げられている間、アメリカ大陸ではイギリスとフランスの間で植民地をめぐる安城王戦争が開始された。イギリスはフランス領カナダのケベックを狙い、フランスはニューイングランドの英国植民地を狙い、いずれも成功しなかったが、イギリスはフランス領アカディアの占領に成功している。また、 戦争中の1707年にイングランドとスコットランドの合同条約が批准され、グレートブリテン王国が成立している。1711年、イギリスのマール・バラ公は、軍資金王領が発覚して失脚し、同年にオーストリアのレオポルト一世の後を継いでいた皇帝へ、ヨーゼフ一世が死去し、弟でスペイン国王候補であったカール大公がオーストリア大公、 皇帝カール六世として即位すると、イギリスはカール六世のスペイン王位継承で、ハプスブルク家の大帝国が再現することを恐れ、フェリペ五世のスペイン王太要求に消極的となった。1712年、イギリスとフランスとの間で和平交渉が開始され、フェリペ五世は将来のフランスとスペインの一体化の懸念を払拭するために、 フランス王位継承権を放棄することを宣言した。同年、散発的に続いていたオーストリアとフランスとの戦闘で、フランスが勝利、ドゥナの戦いを収めたことにより、全面的な和平の機運が高まった。これにより、スペイン王家に反逆したバレンシアとカタルーニャは、反フランス同盟側から見捨てられ、フランススペイン軍に蹂躙された。1713年、各国は、 ユトレヒト条約を結び、長年に及んだ戦争を終結させた。この条約でスペインはオーストリアに、スペイン領ネーデルラント、ナポリ王国、ミラノ皇国を、サボイア皇国に、シチリア王国、後にサルデーニャと、交換を割上。イギリスは、ジブラルタルとミノルカ島及び北アメリカのハドソン湾、アカデアを獲得し、反フランス同盟は、代償として、 フェリペ5世のスペイン王即位を承認した。そして翌1714年に、フランス王国とオーストリアとの間で、ラシュタット条約が結ばれた。戦争終結の同年に、アンが帽子、スチュアート長は断絶、またいとこのハノーファー戦帝国、ゲオルクルートビヒが、グレートブリテン王ジョージ一世として即位して、ハノーバー朝が成立すると、ホイック島が、 ジョージ一世の信任を背景に、復帰、対するトーリー党は、大い継承問題に伴う、内部分裂と和睦交渉で大陸の同盟国を見捨てて、単独交渉に走ったことが、あだとなり、中心人物のハーレー・シンジョンらは失脚し、ホイック党が復権、ジャコバイト法規も鎮圧され、ホイック党の政権は、万弱となり、マールバラ公も名誉回復を果たした。1715年に、 ルイ14世も死去して、総尊のルイ15世が即位、政権交代したイギリスとフランスは協調関係を築いていった。スペイン継承戦争は、マール・バラコーやオイゲンの活躍によりフランスは各地で敗戦を重ねたが、反フランス同盟は足並みの不一致から全面的な勝利を収めることができなかった。特にオランダは、フランスの軍事的な強大化を恐れる一方で、 貿易立国として、フランスとの経済関係が重視されていたので、フランスを完全に敗北させることを望んでいなかった。その結果、反フランス同盟の最大の目的であった、フェリペ五世のスペイン王位継承を阻止することができなかったが、この戦争で17世紀の西ヨーロッパで最強を誇った、ルイ十四世のフランス軍のヘゲニーは抑制され、 ヨーロッパの国際関係は新時代を迎えることになった。フランス軍は、ルイ14世が、マクシミリアン2世と弟のケルン選定貢献、リエージュ司教、ヨーゼフ・クレメンス・フォンバイエルンと結んでいたため、簡単に、オランダ進行ができる、最前線にまで中屯可能となり、ルイ・フランソワ・ドブ・フレールが率いるフランス軍は、ケルン選定講領でオランダを伺っていた。しかし、マール・バラ港は、 フランス軍を上回る機動力で、フランス軍の補給地点を脅したり、マース川流域とケルン選定工業を占領したため、フランス軍はネーデルラントへ撤退、居場所をなくしたヨーゼフ・クレメンスはフランスへ亡命した。1703年にビルロア港、フランソワ・ドヌフビルが、フランス軍の指揮権を引き継いだが、マール・バラ港に建制され、アントウェル・ペンからナミウールまでの防衛線確保に、 ていっぱいだっいいぱだた。1704年にはドイツでフランス・バイエルン連合軍がオーストリアに接近したとの報告を受けたマール・バラコーがドイツ遠征を決意したが前線のフランス軍を残したまま南下することを恐れたオンダに反対されることが分かっていたためフランス軍とオランダを騙して南下するという賭けに出たオランダにはアウエル・ケルク卿ヘンドリック・ファン・ナスサウを残してバイエルンへ向かい 同じく南下したビルロアに対しては途中のライン川を溶かして交戦すると見せかけて県西へ400キ4 0 0トルも進みドイツ南部でイタリアから赴任したオイゲンとバーデン編脅迫ルートビヒビヘルムと合流したそしてドナウ川流域を占領しつつバイエルンを荒らし回りブレンハイムの戦いでフランスバイエルン連合軍に対象しドナウ川の脅威を取り除いてイギリスへ帰国した この戦いの恩賞として、マール・バラコーはアンから、ブレナム宮殿を与えられている。マール・バラコーは1705年にも南下を目論んだが、ドイツからクロード・ルイ・エクトルド・ビラールが妨害したため、ネーデルラントへ引き上げ、ネーデルラントでも、戦果を上げられなかった。しかし、翌1706年にビルロアが、ルイ14世の命令で投身したところを迎え撃ち、ラミーの戦いで、代償。 余生を買って、ネーデルラントを占領した。1707年に、フランスのイタリア方面司令官だった、バンドーム公ルイ・ジョゼフ・ド・ブルボンが、ビルロアの代わりに、ネーデルラントへ向かうと戦線は、停滞。1708年に、ルイ14世の孫で、フェリペ5世の兄でもある、ブルゴーニュ公ルイの指揮下に入った、バンドームに、ネーデルラント西部を占領されるが、 イタリアから北上したオイメンと交流して、アウデナルデンの戦いで勝利、西部を奪還して、北フランスの要塞とシリールも落として、フランスに脅威を与えた、リール包囲戦。1709年には僕交渉が決裂したため、マールバラ公、オイメンは北、フランスへ進撃、ブルゴーニュ校、バンドームから交代した、ビラール率いるフランス軍が構築した、防衛線を崩す戦略をとり、 ビラールは防衛戦堅持の方向で迎え撃った。両者は、マルプラケの戦いで激突。連合軍は、勝利したが、フランス軍の倍の大損害を受けたため、トゥルネートモンスの陥落だけに終わった。また、長期化に伴い、イギリスの沿線気分が高まり、1710年に、ゴドルフィンが降鉄、総選挙で、ホイック島に代わって、政権を握ったハーレイと新ジョン・ラトーリー党政権は、 和睦とマールバラ公の悲免に動き出した。マールバラ公ら同盟軍は1710年から1711年にかけてフランス防衛戦を徐々に崩していったが、1711年にマールバラ公はトーリー島に悲免され、公認のオーモンド公、ジェームズ・バトラーはフラス外相のトルシー公と和睦交渉していたハーレーらの命令でフランス軍と戦わず、翌1712年に シンジョンとトルシーが単独講和を結んだため、イギリス軍を引き連れて帰国した。イギリス軍の離脱で、同盟軍の戦力は低下。オイゲンとアルベマールク、アーノルド・バンケ・ヘッペルは、同盟軍を率いて、戦争を続けたが、ドゥーナの戦いで敗北してアルベマールは捕らえられ、ビラールが戦線を持ち直したため交戦を断念。ユトレヒト条約とラシュタット条約の締結で終戦となった。 フランスはドイツにも軍を送り、アルザスを拠点としてライン川流域、ラインラントで闘神を狙っていた。これに対して、バーデン編共白、ルートビヒビルヘルムが対岸でストラスブールか、シュトルホ方ンに及ぶ防衛線を構築、フランス軍を待ち構えていた。1702年にビラールはバイエルンで拒兵した、マクシミリアン2世に呼応してライン川のとかを決意、ライン川を南下して、 南岸のフリートリンゲンの戦いで皇帝軍に勝利したが、一旦ストラスブールへ引き上げ、翌1703年に再度南下してライン川を渡か、バイエルン軍に合流して、オーストリアの首都ウィーンに迫る勢いだった。しかし、方針をめぐって、ビラールとマクシミリアン二世が対立、ビラールはフランスへ召喚され、タラール博、カミー・ドスタンとフェルディナンド・マルサンが、ビラールの後任として、 ドイ方面を受け持ったが、1704年にブレンハイムの戦いでマール・バラコー、オイゲン率いる同盟軍に大敗して、タラールは捕虜となり、マルサンはラインガーへ交代して、マクシミリアン2世はネーデルラとへ亡命。ドナウ川のフランス軍は消滅してライン川戦線も劣勢になった。1705年にラインガー方面軍に復帰した、ビラールはマール・バラコーの南下を阻止。 ライン側戦線を立て直した。ビラールは、翌1707年に、ルートビヒビルヘルムが死去して、ライン側司令官となった、バイロイト編脅迫クリスティアン・エルンストが守る、シュトルホーフェンを攻撃、クリスティアン・エルンストが放棄した、シュトルホーフェン防衛戦を突破、バーデン・ビュルテンベルクを略奪して回り、大戦火を挙げた。失態を演じたクリスティアン・エルンストは罷免され、ハノーファー戦抵抗。 ゲオルクルートビヒ、後のイギリス王ジョージ一世がラインガーに向かうと、ビラールはアルザスへ引き上げた。1七百八年、ビラールとラインガー方面に向かったマクシミリアン二世が再度対立したため、ビラールは南フランスへ左遷され、スペイン方面で活躍していたベリック公ジェームズ・フィッツ・ジェムズがスペインからライン側に転任して、マクシミリアン二世の補佐を務めた後、 ライン川北岸のコブレンツで兵を集め、ネーデルラントへ向かった、オイゲンの後を追って、北上、ネーデルラントで、ブルゴーニュ港、バンドームと合流、アウデナールでの戦いで損害を受けたフランス軍の立て直しと同盟軍の迎撃に当たった。以後、ライン川戦線は、進展がないまま終戦を迎えることになる。イタリアでは早くも1701年から戦闘が、始まり、 オイゲンを司令官とするオーストリア軍がイタリアへ向かった。対するフランスの将軍、ニコラ・カティナは、北イタリアの守備を固め、オーストリアに至る道路を封鎖していたが、オイゲンは、ベネツィアを通り、イタリアへ進出、カルピの戦いで、フランス軍を破り、戦線を西へ後退させた。カティナは降格され、ビルロアが司令官となったが、キアーリの戦いで大損害を受け、1702年の、 クレモナの戦いで捕らえられるなど、惨憺たる結果に終わり、ビルロアは解放された後はネーデルラントへ転任、カティナはライン側方面司令官を短期間務めた後に引退、後任はビラール、バンドームがイタリア方面を担当することになった。オイゲンはルッツァーラの戦いでバンドームに勝利して戦線を硬着させたが、オーストリアから援助を受けられないこととドイツが バイエルンの拒兵で危機に立たされたことから、1703年にオーストリアへ向かい軍事件を掌握した後に、ドイツでマール・バラコーと共に戦った。オイゲン不在のオーストリア軍は、グイード・フォン・シュター・レンベルクが指揮を取ったが、バンドームの前に苦戦、サボイアの大半を制圧された。1705年にオイゲンはイタリアへ戻ったが、バンドームにカッサーノの戦いで敗北、戦局を覆せないままに終わった。 1> 翌1706年、オイゲンがオーストリアへの援助を求めて、ウィーンに滞在して、不在の隙をついたバンドームにより、オーストリア軍はカルチナーとの戦いで連敗。トリノがフランス軍に包囲されるまでになったが、サボヤ港、ビットーリオアメデオ二世とオーストリアの将軍ビリッヒ、フォンダウンが抵抗して持ちこたえていた。オイゲンはトリノ救援に向かい、イタリアを精神、フランス軍は ラミーの戦いで大敗して更迭された、ビルロアと交代して、ネーデルラントへ向かった、バンドームに代わりマルサンとオルレアンコウイリップ2世が指揮官として派遣されたが、二人はオーストリア軍を迎え撃つ方針をめぐって対立。オイゲンは、包囲軍の不備をついて、トリノの戦いで勝利、マルサンは戦死して、フィリップ2世はフランスへ敗走、トリノ救援とミラノ奪還を果たした。 1707年にオイゲンは、ミラノを完全に平定。ナポリモダウンが制圧して、イタリアは、オーストリアの手に入った。次にオイゲンとビットーリオアメデオ二世は、フランス南部の港湾都市トゥーンを包囲したが、フランスの将軍テッセハク、ルネド・フルーレの防衛と、包囲側の不備からダッシュの見込みがなくなり撤退。包囲は、失敗に終わった、トゥーロン包囲戦。その後、南フランスは、 一進一退となり、オイゲンは1708年に、イタリアからネーデルラントへ向かい、ダウンが、イタリア担当となり、ヴィットーリオアメデーを2世と、ダウンが、フランス占領下のボイヤに攻め入っては、ビラールやベリックに撃退されるという状況が、抽選まで繰り返されていった。スペインで、フェリペ5世は、カスティーリャナバラバスクに支持され、カタルーニャ・アラゴン・バレンシアから反感を抱かれていた、ことから、 スペインでも内戦が避けられなかった。同盟軍とスペインフランス軍の交戦は1702年8月の海戦、カディスの戦いと b ワンの海戦など、当初は海戦が主流だったが、1703年にポルトガルサボイアが同盟国に加わり、カール大公がイギリス艦隊の支援でポルトガルに上陸すると状況が一変、陸でも同盟軍と スペイン・フランス連合軍が衝突した。ポルトガルには、イギリスの将軍、ションバーグコーメ明ナードションバーグが着任していたが、1704年に、ゴールウェイ博ヘンリー・デマ州に交代、翌1705年には、イギリス軍から、遠征軍が送られ、ピーター・バラ博、ジャールズ・モードンとは、第一次バルセロナ包囲戦で、カタルーニャの首都バルセロナを占拠、カタルーニャには、カール大公が、 バレンシアには、ピーターバラが駐屯することになった。ポルトガル国境付近では、ベリックが戦いを優勢に進めていたが、ジブラルタル奪回を主張した、フェリペ5世とルイ14世の方針を拒否したため1704年に、フランスへ召喚、テッセが、スペイン方面軍司令官に就任した。1706年に、 フェリペ五世とテッセがバルセロナに攻めかかったが、バレンシアのピーターバラとジブラルタルのイギリス艦隊の救援で撤退、第二次バルセロナ包囲戦、同盟軍は反撃して、ポルトガル・カタルーニャ・バレンシアの三方面からマドリードへ、向かい、ゴールウェイは、マドリードを奪いピーターバラ・カール大港と合流、フェリペ五世とベリックは、マドリードを明け渡し、ブルゴスへ交代した。しかし、同盟軍は、 マドリードの住民から反感を抱かれていたことと、それぞれの連携が不十分だったことからマドリードを脱され、選挙区は遠征前の状態に戻された。戦後、テッセはスペインからトゥーロン守備に回され、ベリックがスペインフランス軍の指揮を取ることになった。1707年にゴールウェイがスペイン遠征軍の司令官となり、ピーターバラは、 不祥事からイギリスへ召喚されることが決まり、ゴールウェイはイギリス・ポルトガル連合軍を率いて精神した。しかし、ベリックはイギリス軍より多くの軍勢を引き連れて待ち構えていたため、アルマンサの戦いで大敗した上、イタリア戦線から派遣されたオルレアンコフィリップ2世とベリックがアラゴン・バレンシアを占領して、一気にブルボン家が有利となった。1708年にベリックは ライン川方面、ついで、ネーデルラントへ転任。同盟軍の司令官は、ゴールウェイからシュターレンベルクに交代。イギリス軍の指揮権は、ジェームズ・スタンホープに移った。同盟軍は1708年のスペインでは、ブルボン家に押されていたが、代わりに、ミノルカ島を占領して、ジブラルタルに並ぶイギリス領に変えてった、ミノルカ島の占領。1709年になると、同盟国との和睦に傾いた。 ルイ14世がスペインからフランス軍を撤退させ、1710年にスタンホープがカタルーニャから進軍して、アラゴンとカタルーニャ国境付近でスペイン軍を降り、アルメナラの戦いサラゴサの戦い、そのままマドリードを占領した。しかし、1706年の時と同じく住民の協力を得られず、飢餓に苦しみ、同盟国の交渉決裂からルイ14世がバンドを無理する。 フランス軍をスペインへ派遣、バンドームにポルトガルとの連絡と補給を断た,たれ、マドリードを再度放棄した。バンドームは同盟軍を追跡して抗戦。スタンホープはブリーンウェガの戦いで敗れて捕らえられ、シュターレンベルクはビリアビシオーサの戦いでバンドームを撤退させたが、1711年にはスペイン軍がカタルーニャを侵略して回るまでなり、カール大公の勢力圏はもはや、 バルセロナ周辺しかなかった。ヨーゼフ一世の死により、カール大公が皇帝に即位すべく、ドイツへ戻ったこともスペイン王位の挫折につながり、スタンホープの後を受けて、イギリス軍司令官となったアーガイル公、ジョン・キャンベルも、本国から、オーモンドと同様和平政策で、同盟軍の支援を禁じられていたため、身動きが取れなかった。1712年に、フェリペ・ゴセイが、 フランス王位継承権を放棄して、イギリスとフランスが和平を結び、スペインとポルトガルのイギリス軍は解散、シュターレンベルクや残りの同盟軍も1713年に帰国、1714年にラシュタット条約が締結され、オーストリアとフランスも和睦した。ただし残されたバルセロナは、同盟国が離脱した後も、スペインへの降伏を拒絶、単独で、 フェリペ5世と戦うことを選んだため、スペインの完全平定は、ベリックがフランスから派遣され、バルセロナを陥落させる1714年までかかることになる第三次バルセロナ包囲戦。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。